はい、どうもです。戦力外のみでペナント戦線やっていきたいと思います。前回でね、二刀流が入ってきたんで、その二刀流を育てたいと思いますね。じゃあまず練習指示からやっていきます。よし、練習指示終わりました。真っ赤っか下がりまくりで、二刀流なんですけど、ピッチャーとして育てるよりバッターとして育てようかなと思って、バッターの特殊能力を覚えさせてます。ピッチャーとして使うのはな、ちょっと微妙なんだよね、能力的に。バッターとしてはでも全然いいからね。満塁ホームラン打ちやがった。しかもゲレーロかどっちかが満塁ホームランだった。ああ、モイネロが、あ、で、あと思ったことあるんだけど、俺のなんか動画のコメント欄にいる人って年齢何歳ぐらいなのかなっていう、そういうなんかふとした疑問があった。俺の一応動画の、動画は何歳の人が大体見てますっていうのは見れるんだよ。アナティクスみたいな、なんかようわからんやつで、それ で俺の動画は18歳から24歳が一番視聴者数としては多いわけ。でもコメント欄見てたら18歳から24歳っぽくないんだよね、コメント欄が。だからどうなん、やっぱコメント欄ってどうなんだろうね。平均年齢何歳ぐらいなんだろうね。15、6歳、もっと低いのかな、どうなんだろうね。高校生ぐらいがやっぱ一番多いのかな。俺のでも視聴者では一番多いのは18から24が一番多いんだね。その次が25から34が多いのか。で、その次が12から18。意外と、12から18か。意外となんか若い人は結構少ないんだね。子供というかなんか若い子があんまり見てないっていう。そんなお話をしていれば、開幕戦まで来たんで、ちょっと、俺は、長っちゃんが見たい。俺は長っちゃんが見たい。そして島が絶好調か。でもこれ相手左か。左だね。左っぽいな。左っぽいので相沢でいいか。また打つだか。2年連続打つだ。このパープロの2年連続同じ開幕投手、開幕チームするのやめてほしいな。2年連続ロッテだしね。からしま。お、長田。かっこいい。髪の毛染めてるからね。ちょっと中日からうちに来て髪の毛染めたから。中日はやっぱり茶髪禁止だからね。確か。お、かっこいい打ち方。お、打ち方かっこいい。長田。強振帯をつけろかな。でもミート89あるからね、ちょっとアベレージヒッター感、アベヒッター感もつけてもいいかもね。まあでも当たりは悪くない。むしろ逆に当たりが良すぎてっていう。これ打ち方で変わんのかな、ホームラン打つとか打たないとか。やっぱ山田哲人の打ち方にしてた江原はホームラン用打ちだからね。そういうのも関係あるのかな。この打ち方だとあんまホームラン打たないとかあんのかな。強振帯をつけてないっていうのもあるけどね。ヒットマンだわマジでこいつ。いや、パワー C あるから全然ホームラン打てんだけどね。長田謎の戦力外になるからね。二刀流あるある、戦力外になる。ナヤさん二刀流が戦力になるかよくわかんないけど。おお、見逃すね。まあヒットマンだからね、ヒットマン。お、カットした。追い込まれてないのにカットした。おい、いいね、いいよ今のは。なんか天才っぽい。あー、点が取られてる。ダイソーはいらないか。いや、なんかめっちゃ選手使ってんな、うち。相変わらずめちゃくちゃ選手を使うな。果たしてこの打席つなげることはできるのか。つなげた。やっぱ自分で決めるバッティングもしてほしいっていうところもあるけどね。どうしようかな、強振帯をつけようかな。そうなると強振帯をつけるのが一番いいのかもしれないね、ホームランを目指すとすれば。でもミートが A あるってことを考えれば、ホームランを目指すか首位打者を目指してほしいのか。でもやっぱり俺はホームランが見たい。というわけで、じゃあ強振帯をでもつけようかな。
共振多様でもつけようかな。みんな何あげよう。対左投手じゃなくて共振多様、共振多様をつけよう。でもただ単にロマンを溢れてほしいから共振多様つけるっていうところあるからね。これで共振多様つくでしょ。オールスター後半戦ぐらいまで、後半戦じゃない、交流戦ぐらいまで飛ばしたら。よし、じゃあカットします。よし、交流戦終了まで来て現在最下位でも5位と0ゲーム差、4連勝中。本当に4連勝してんの本当に。で、共振多様は多分まだ覚えてないです。共振多様を覚えたら早く見たいんだけどね。もう共振でホームランをバカすこってとこね。いや、共振ってミート関係あるよね。ってことはミート A の人が共振してもホームランを打つ確率はミート C の人よりは高いってことだよね。共振でもやっぱコンタクト率は上がるからね。日本ハムっていい試合してんな。医療、これ何て読むの、いつも医能って読むのか、医療って読むのかな、こいつ。何て読むんだ、こいつは。医療だった。医療を上げよう。坂田下がろう。大島さんちょっと上げようか。ペギエル下げて。ヤマタも上げたいな。シラに下げるか。ゲレーロひどいな。ブレナ上げる？奥波上げるか。デスパは下げなくていいか。ブレナまだちょっと早かった。ごめんね。ちょ、ごめん。勝手に上げちゃってごめん。いいね、いいね、いいね。あー、ちょっと、今宮が打ってる。デスパイにはちょっと打ってないな。ゲレーロの代わりに銀次サードももらすか。島打ってないな。相沢か島かどっちか。あ、こいつでも使いたいんだよね。DH か。D、これで使おう。坂田の代わりに使います。よし、どうだ、覚えたか、覚えたかい。長っちゃんは強振対応まだ覚えてない。結構かかるな、これかかるな。だいぶ飛ばそう飛ばそう、飛ばそう飛ばそう飛ばそう。じゃ、長っちゃんが、強振帯を覚えるまで飛ばします。はい。よーし。8月25日まで飛ばしました。長っちゃんがね、強振帯を覚えたんで、ちょっと長っちゃんを注目選手にしてやっていきたいと思います。長っちゃん、どんだけ成績残してんだろうね。6.85、8勝13敗。ひどーい。なぜ8勝もしてる。でも2割9分4厘4本。もう打者で固定してほしいよ。あ、ブレラン打ってるじゃん。ブレラン使おうぜ。ブレランどこで使ったらいいんだ、レフトで使っていいのか。阿部が覚醒しました。覚醒してこれか。阿部、西岡がこの2人ちょっと頑張ってほしいです。ピッチャーは平井に行くか、平井にするか。長っちゃん使うか。ヘーゲンズか。いや、ヘイゲンズスタミナないからね。それを考えると、マス、平井ちゃんでいいんじゃないか。北条がサード持ってる。浅間角中。4番 DH キャッチャーか。札幌ドームやからホームラン打てるか微妙だな。長っちゃん、長っちゃんホームラン打ってくれ。もう長っちゃんしかない、うちの希望は。黒木。ベテラン平井。大体ベテランだよ、うち。プレナン打ってるな。3割6分8厘は。お、長っちゃん左打者に弱いのか。これは左打者集めてけばよかったな。もっと、え、長っちゃん強振対応だよね。全然強振しないじゃん。強振対応ついてないのに全然強振しないんだけど。本当に強振対応なの。お、強振対応のところ力を見せてくれ。はい、強振対応、えいっ、イッツゴーン、ホームラン、逆転スリーラン。さすが、やっぱ強振対応だけあるわ。やっぱり強振対応だね。気持ちいいもん見てて。これはイッツゴーンだね。
強振は特にしない。追いつかれた。なんか強振したり強振しなかったりするの？どういうこと？二塁まで行かないか。総力 C なんだけどね。お、チャンスチャンス。ここは行こう。敬遠か？敬遠か？敬遠だ。これは次のバッターを見たいな。敬遠だなこれ。敬遠だ。長っちゃん敬遠されてる。しかも向こうのピッチャー D コーンだし。ここで誰と勝負だ？藤沢か。でも向こう対左 F だよね。じゃあ対左 B か。変えたよかった。マジでミスった。変えるタイミング、変えるタイミングミスった。めっちゃ変えよるよな、スタメンを。どんだけスタメンいじんだ。岩宮とか絶対変えちゃダメでしょ。ブレな岩宮変えちゃダメでしょ。20本ホームラン打ってるやつらをなぜ変える。もう変えないでくれ。医療2割9分1に3本。横岡サード。デスパイネー、デスパイネー。今日は3安打猛打賞です。デスパイネさん2割8分4厘6本。ホームランは打てないけど、単打だったらいつでも打てるみたいな感じじゃない。ツーベース。ここはダイソーだな。53 52。からしまだね。先発だから投げることないでしょ。ここで阿部めっちゃすごいな。ノリノリだな。ミートやでかっ。これミート A ぐらいあるんじゃないの。これでなぜ1割しか打ってないのだから。あ、これか。こんなことしてるから。ここで強し。なぜか強振する西岡強し。チャンス B ついてるしノリノリだし、これは打てる気がする。打てる気がするだけかもしれないけど、打てる気がする。158キロか。はぎえ山と。もう打てる気しないわ。落ちないよねやっぱり。左キラーついてるじゃん。ここで内川を使うか。でもセンターがいなくなるな。でもそんなこと考えちゃいけないよ。ここで内川だ。代打。相手が左に強いんだったらうちは右を出す。どっちみちダメでした。左キラーなんだから右の代打構成でいこう。どうせ打たなきゃね、勝てないんだからね。引き分けなんて狙わずに勝ちを狙いに行こう。勝ちを確実に引き分けを狙うよりは確実に勝ちを狙う。確実というかギャンブルでもいいから勝ちを狙っていこう。だが無理でした。引き分け狙いです。頑張って引き分けにしてくれ。おー、よかった。危ねー。でも今年は全然狙えそうだね。去年も言った気がするけど今年は5位狙える。初球丸ではなくなりました。ではなくなったのね。まだまだいけるやつる。負けた。これはきつい。この2連敗はやばいな。この2連敗は直接対決で負けるのはでかいな。足立がノリノリになってる。6ゲーム差か今。微妙なとこだな。足立を使うのちょっときついな。でも相沢がちょっと調子悪いんで、対左だけ足立を使ってみようかな。それではどっちも足立で決めるか。もう思い切って足立で決めよう。どっちも賭けだねこれは。5位に向けて賭けをしよう。そんなね、普通のことやってたら5位になれないから。ほら日本ハムに勝った。
西岡が覚醒した？西岡が覚醒したけど、ヘイゲンズがスランプやった。西岡の覚醒って。あー、覚醒した？本当に覚醒した？これ。微妙すぎて。微妙すぎて何とも言えないんだけど。ヘイゲンズが調子悪い。ここは。ここは誰だ？誰だ、ここは。塚原。ここは塚原行こう。先発がダメだな、うちは。リードジュビハインド。すごいな、4番猪本がやっぱ打ってんの。阿部が打たないな。阿部さんノリノリだから、ノリノリでそれだったらもう勝ち目ない、打つとこないじゃんもうそれ。君、阿部がノリノリじゃなくなった。ハイサックス早速変えます。浦野がノリになった代わりに、まだまだいける。ここで銀次を使うか。セカンド西岡か。31、36、こうだね。だいぶ低いレベル争いしてるけど、ブレナンを使いたいな、これは。だが使うところがない。ちょっと思い切ってスパイナーを変えてブレナンにしてみるか。対左だけデスパイネでいってみよう。使い分けをしてみよう。外人の使い分けなんて贅沢だな。いや、マジで狙える狙える。ちょ、勝ってくれ。ちょ、本当に。ちょ、頼む頼む頼む。あ、めっちゃ負けてる。あ、もう 6.5 ゲーム差もついてる。あ、もう無理だわ。あ、無理だ。よし、じゃあシーズン終了までいきます。あー、今年もダメでした、最下位。脱出できず最下位。でも、やっぱ兆しは見えてきた。去年より負けてる。そんなことですね。去年より負けてた。兆しはでも見えてきた。その戦えるっていう、ほら、もう最初と比べてやっぱ戦えるっていうチーム作りはできてきてる。見なかったことにしよう。見なかったことにしよう。本当にでも戦えるチーム作りできてる気すんだよね。中田こんな投げてんの？こいつなんでこいつこんな投げてんの？千中なのになんでこいつ投げてんの？こいつも中継ぎにしようかな。中継ぎの敗戦処理やらそうかな。7.28、8勝4敗。なぜ8勝もしてる？なぜ勝ち頭なんだお前が。勝ち運あるな、謎の勝ち運持ってんだお前。本当に負け試合だけ投げてほしいね。あとは野手で。福山、すごい。76イニングも投げてるし、マーティも73イニングも投げされてる。山口俊。勝ち頭が長田とはね。セーブはモイネの19、ホールドは福山が25、登板は増田が74、98イニング投げてる。これは酷使ですわ。3割8厘、弱みはこの能力でこんだけ打つんだ。長田はこの能力だけどそんなに打たないっていう、やっぱ特能の差っていうのがでかいんだね。こいつ鬼特能ついてるからね。猪本さんいいね。これ OPS 一番高いんじゃないか。そうではなかった。長田が一番高かったね。猪本さん全然4位だったわ。全然4位だった。榎本より低かった、全然。1.1。すごい。OPS すごい。3打数、2打数1安打。1、2塁だ。内川でも3割打ってるね。さすが内川。で、スパイにも2割9分9厘。期待いかずに。銀城も2割9分ぐらい。やっぱある程度してんだね。ブレナーがちょっと最後下がったな。岩宮が19エラー。まだぼちぼちまだまだ戦えるような、まだ全部12だけど戦えるようになってきた。やっと今から始まりみたいな。今からスタートってとこあるから、これでやっと土俵に乗ったわ。みんな戦える土俵に乗った。あー、誰も取ってない。楽天多いな。お、最優秀中継ぎ、福山、増田がダブル受賞。岡本と3人で取った。へえ、そんな中継ぎ、最終中継ぎレベル低い。うちだって最下位なのに最終中継ぎで降りてどういうことだよ。どんだけ中継ぎ濃くしてんだ。よし、じゃあここはこのままで、阿部ひもいいかな。田中健介しようかな。田中健介にしようと。阿部ひだけど、
よし、じゃあこのままで、ちょっと投手コーチちょっと見よう。なんか新しいのいるかもしれない。この新しい発見があるかもしれないな。あだっちゃん、あだっちゃん、田島、徳永でいっか。まあ思春期に少年から大人の階段登ろうか。よし、じゃあ契約更改やってきます。よし、契約更改終わります。投手コーチをパワーアップできる。何覚える。まあやっぱりスプリットフィンガーファストボールかな。あー、切れ丸になった。ミスター、まあいいや、まあいっか。一発削除とかよかったな。だいぶ引退します。だいぶ引退し、だいぶやめさせたね。山口俊は今成、平野、山中、内、浦野、大谷、ペゲーロ、大野、ゲレーロ、アダムス、アダムス、あ、そうか、アダムスか。俺がアダムスクビにしたのに、アダムスってなっちゃった。アダムスもだいぶ能力を取れてきてたんでね。ちょっとお役ごめんしていただきました。ドラフト。今年はいい選手がいるかな。二刀流は、ね、いない。今年ちょっと微妙だね。投手ちょっと微妙なんじゃないか、これは。おー、でもこいついいな。でもそこまで良くないね、投手は。まあ、豊作ではないね。野手はまあ。今年でもそこまでだね。言うてそんな感じだわ。言うてそんな感じです。目玉も特になしって、そんな感じだね。そんな感じのドラフトです。うちは取らないけどね。うちは一人も取れません。誰だ？帰ってきたのは坂本か？源田だった。源田ホームラン、メジャーでもホームラン0本です。メジャーなのかもわからないけど。もしかしたらコリアリーグかもしれないけど。ポスティング交渉、ポスティング交渉、武田翔太が行けなかった。茂木は行ってきた。茂木は行ってらっしゃい。茂木はファースト守らされて多分嫌だったんだろうね。俺はショートがやりたいんだっつって。俺はショートがやりたいから、だからメジャーに行くんだっつって。で、メジャー行って外野に転向させられるんだね。かわいそう。薄だ。16勝10敗。去年メジャー行けなかったけどね。すげえ。おお、すげえ。ああ、山岡。山岡が抑えやってんだ。先発やらせろよ。うちだとエースだよ。なぜ中継ぎなんだ。石田すげえな。戦力外設定、成績次第にしたらすぐ戦力外なのにね。こんないい選手になる。FA 保証。ジャイアンツ行ったらロッテからジャイアンツってなんかあんま良くないな。まあ、ジャイアンツに FA で行くっていうのがあんまりなんかいいイメージは良くないよね。なんかイメージは別に良くないよね。よっしゃよっしゃよっしゃ、来た、日本ハムばっか。ここら辺はうちの選手だね、大体。雄平、いいか。ここら辺うちの選手ばっかだ、この上の方は。マイコラス。マイコラスまだできるんじゃないか。福田か、3割でも打ってる。っていうことは打つかもしれないね。下から見た方がいいのかな、これ。ヘストン。沢の。29歳取ろう。倉持。21歳取ろう。スミス。すご、スローカーブ。ランス。矢田。肘竜造、宮城、アダムス、アッカー。157キロってすごっ。岡堀、宮尾、山梨、竹安、浜158キロか。でもタイピンチェフか。原泉、新田、ミートだけあるけどね。風間、平井、梶谷、高梨。おお、これいいな。大瀬良、大瀬良、杉谷だ。取っとこう、杉谷とりあえず。伊藤純喜か。あ、クリアレンだ。クリアレンいいか。打たれ強さ G はちょっとね。鬼屋敷、新谷、あらやか。あ、一応岡田。これ微妙だな。中村、アンスパッパ。アンスパッパ帰んのか、お前。帰らしてあげよう。島内。
島内、でも外野内いるのか。とりあえず取ってこう。あ、すの、あ、興奮してしまった。乗り本が、乗り本がいると思って興奮してしまった。二歩。モグマ。え、こんなの選手もらっていいの？え、いいの？中村。あの中村か。メンデス。メンデスはいいか。でも日本人登録って考えると取ってもいいのか。わかった。いいか。ウィーランドだ。もうさすがに劣れてるか。44歳。44歳じゃない。36歳。取ろ。白崎いいや。三島。いや、則本が19になってるのはちょっとテンション上がったな。岡田。こうなると福田いらないな。おー、いっぱい取れた。今年はやっぱり則本がやっぱり一番でかいんじゃない？収穫的な。則本、大瀬良あたりがね。大瀬良、則本、杉谷、小熊、高田、中村、竹安、メンデス、ウィーランド、宮城、マイコラス、倉持、平野が殿堂入り。平野は300ホールド。4年連続30ホールド。平野中継ぎやったんだ、途中から。日本ハムから行って中継ぎやりだしたんだ。そうだ、日本ハム行ってから中継ぎやって、うちでも中継ぎやってくれたんかな。抑えまでもやってたね。まあ、2年ぐらい活躍してくれて、ありがとうございます。やっぱ、銀って難しいんだな。2000本安打。2000本安打。2000本安打やっぱ簡単なのか。簡単ってわけじゃないけど、まあ、比較的って話ね。おう、留学。沢の留学行ってこい。お前何、お前どんな能力だ？何を上げたい？お前はコントロールを上げた方がいいな。あ、コリアリーグ行こう。コリアリーグ。おー、留学できる嬉しさね。これ留学できるっていうだけで嬉しいから。よし、じゃあ練習指示します。よし、練習指示終わりました。開幕かっかです。でもやはりだいぶうちもない戦力整ってきた気がする。なぜお前はエースをする、なぜお前はエースになる。すぐ、まあ、そう、悪いところだぞ、お前の、長っちゃんの悪いところ。すぐエースになるとするかな。ダメだよ、長っちゃん。そんなエースになれないって、君は。石川選手。石川選手、先発。やりたい、石川。中継ぎやりたいか、お前は。お前、どっちがやりたいんだ、お前は。ただ、ピッチャー結構いんな、うち。うち結構ピッチャーいんな。揃ってるな、ピッチャー。まあまあピッチャーはそこそこだって、則本もいるしね、高梨も大瀬良もいるからね。いいんじゃないですか、長継ぎは。なお、あの練習機材を買うの忘れる模様。毎回マジで練習機材買うの忘れるからね。本当にその癖直したい。直したい、その気持ち。能力衰えてる。榎本が能力衰えてる。辛い。どっちを使うか。どっちを使うんだ。中村使おう。足立下げの。杉谷。高田上げの。西岡下げの。阿部を下げの。宮城。宮城はでも外野手だからね。大島下げの。宮城か。島内上げたいな。大和下げよう。大和。デスパイネでも下げるか。いや、デスパイネどうなんだろう。デスパイネ打つのかな、まだ。この特能で。この能力で打つのかな、デスパイネ。ちょっとデスパイネ、ちょっとまだデスパイネの可能性に俺はかけてみたい。阿部、あ、外野手がやっぱうち多いな。とりあえずこれでいこうか。スタゲン、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 スタゲン。みんなスタゲンじゃん。みんなスタゲンじゃん。みんなスタゲンじゃん。73、75、70。調子次第。75、73。則本はまあまあ、スタゲンでいいとして。ビハインド、ビハインド、敗戦処理。金徳持ってるのに敗戦処理もったいなくね。ビハインドでしょ。敗戦処理やってもらおう。リード時。ビハインド、リード時でしょ。ヘーゲンズ。高田を使いたい、セカンドで。サード猪本か。サード猪本なのかな。ファーストに内川。
1番、2番、3番、4番、5番。で、スパイね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 。相沢固定か。まあ、そうなるのかな。サードいいのかな。セカファーストの方がいいな。サード打ちかは無理だしね。これがベストになってくるんじゃないかという。ただ対左専用マンがいるからね、うちには。高田がまあ対左 D だからそれぐらいかな。そんなもんだね。それぐらいか。じゃあオープン戦だけ飛ばそうか。あ、4番ライト大谷だ。二刀流対決だな。うちは3番ライト長っちゃんで、向こうは4番ライト大谷。うちもじゃあ4番ちょっと4番長っちゃんにしようかな。長っちゃん髪の毛金髪に染めるチャラチャラした男だからな。うちに来た瞬間戦力外になって拾われたのに髪の毛染め出すからね。そして戦力外から拾われたのに即3番だっていうね。うちのチームだと、うちのチームしてしかありえないね。戦力外が3番ってね。しかも3割残してるから、3割残したっけ、残してたよね、3割近く確か。まあ、かかり能力が下がりまくってます。ペナントレース開幕っていうことで、じゃあ今日はここで終わろうかな。はい、じゃあ、見てくれた皆さんありがとうございました。さよなら。